ファンタシースター2帰らざる時の終わりにはマーク3用ソフトファンタシースターの続編です。前作で好評だったアニメーション処理の戦闘シーンは引き継がれましたが、 3D ダンジョンは 2D タイプのオーソドックスなものに変更されました。この物語は前作で少女アリサが魔王ラシークを打ち破ってからおよそ1000年後の時代の話です。その後アルゴル太陽系はさらに発展を続け、巨大コンピュータマザーブレインが全ての星を管理、人々は平和で豊かな暮らしを送っていました。そんなある日、不気味なバイオモンスターが異常発生をし始め、人々は怪物たちの餌食と化しました。そこでモタビアの総督はこのゲームの主人公ユーシスにバイオシステムに行くように命じます。家に戻って旅支度をしているとネイが心配そうな顔で現れ、一緒に行くと言い出します。バイオモンスターと人間の細胞を掛け合わせて生まれてきたネイは人々から疎まれる存在でした。7ヶ月前に彼女が殺されかかっているのをユーシスが助け出し、それ以来2人は一緒に暮らしていました。猫耳で露出度の高いコスチューム、そして妹属性まで兼ね備えた背が最古にして最強の萌えキャラです。ユーシス、お願い、ネイも連れてって、ユーシスのためなら何でもするから。かたくなに懇願するネイにユーシスはしぶしぶ承知をするのでありました。その後ユーシスの任務を聞きつけたバイオモンスターのプロハンタールドガーが仲間に加わりました。アリマイアの町はシュレーンのならず者に襲撃され、ひどいありさまとなっていました。そしてならず者にさらわれたというティムを助けるため3人はシュレーンへと向かいます。シュレーンの工場跡もモンスターの巣窟となっており、ならず者たちも全滅していました。死体から見つけた脅迫状でティムの居場所を突き止めたユーシスたちは無事ティムを救出します。ティムの父親ダラムは娘の身の代金を用立てるために盗みや殺しを重ねていました。ダラムのいる場所まで来るとティムは布で顔を隠したまま一人で父親に近づいていきました。ここでこのゲーム最初の山場が訪れます。娘だとはつゆ知らぬダラムは金を要求するのですが、アンヌという若い女性医師を仲間に加え、バイオシステムへ潜入。目的のシステムレコーダーを入手しました。システムレコーダーの解析の結果、バイオシステムの事故の原因が判明しました。あまりにもたくさんのエネルギーがシステムに送られたため、生物が急激な進化を遂げてしまい、本来存在してはならない生物の出現により、全てのサイクルが狂ったということらしいです。このエネルギーの急激な増加が気温や雨の量ともリンクしていることも判明しました。そこでユーシスたちは気象管理システムのアメダスを目指すこととなりました。生物学者のヒューイ、カウンターハンターのアーミア、ジャンク・ヤヌ・カインズ、女泥棒のシルカが仲間に加わります。アメダスの最上部へとたどり着いたユーシスたちの前にネイそっくりの女性が現れました。私はネイファースト。私が生まれたのは2年前のこと。人間と動物を掛け合わせる実験をしていた時、バイオシステムのものすごくたくさんのエネルギーが送られてきた。そしてできたのが私。
人間は実験は失敗だったと言って私を殺そうとした。けれど私は逃げ延びてバイオシステムから DNA を引き出してモンスターを作った。自分勝手に自然をいじり命をもてあそぶ人間に復讐するために。だけど私の中には私を邪魔するもう一人のネイがいた。つまりそれがこっちのネイだということ。だからこっちのネイも人間を憎んでいるはずだと。違う違うわ。それをネイは否定した。自分はネイファーストの中にいるのが辛くて分裂したのだと。私はこれ以上あなたにモンスターを生み出してほしくないの。分かって、姉さん。しかし、圧倒的な強さのネイファーストの前にネイは倒される。セガ希代のヒロインの悲しい結末はメガドライブでも屈指の名シーンとなりました。ネイファーストを倒してネイの仇を討ったユーシスでしたが、それによって大きな問題が生じます。ネイファーストの死により使われなくなったエネルギーがアメダスに流れ込みシステムが爆発したのです。アメダスの事故によって水がすべて湖に流れ込んでいて、モタビア星は水没の危機にありました。ユーシスたちはコントロールタワーにある4つのダムの鍵を入手し、ダムの解放へと向かいました。無事4つのダムの解放に成功したユーシスたちの前に3体のアーミーアイが出現しました。戦いに敗れたユーシスたちはナイラという人工衛星に幽閉されてしまいます。ユーシスたちはタイラーと名乗る宇宙海賊に救われましたが、バルナ星は消滅してしまいました。タイラーからテゾリスにマザーブレインが最も苦手とする人物がいるという情報を聞いたユーシスはパセオに帰還すると、休む間もなくテゾリス星へと旅立ちました。ユーシスさんですね。お待ちしておりました。デゾリスで待っていたのはルツと名乗るアルゴス最後のエスパーでした。ユーシスは10歳の時、両親と宇宙を旅している最中に事故に遭ったという。その時ルツは目覚め、光の力でユーシスを呼び寄せて蘇らせたのだと。ルツを目覚めさせたのはアリサの悲鳴。アリサは初代ファンタシースターの主人公だった女性です。ユーシスは彼女の最後の子孫でした。言われた通りに8つのネイシリーズウェポンを集めたユーシスたちは再びルツの元を訪れました。ユーシスに光の力と闇の記憶を受け継ぐ資格を認めたルツは事のあらましを語って聞かせます。1000年前アリサたちの戦いの後、アルゴルはひとときの平和を得ていました。人々はつつましくも幸せな暮らしをしていましたが、マザーブレインの出現によって一変します。マザーブレインは多くのものを作り出し、人々は本当に大切なものを見失っていきました。彼らはマザーブレインの作り出すものを奪い合い、優しいアリサの眼差しを忘れていったのだと。そしてユーシスはルツから最後の武器ネイソードを譲り受けたのでした。最後の迷宮の奥には宝箱が置いてあり、それを開けると不気味な笑い声が聞こえてきました。はっ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 は。ようこそ邪悪の罠パンドラの箱へ。この中には君たちがダークファルスと呼ぶ災いのすべてが封じ込められているのだ。そしてまがまがしい姿をしたダークファルスの実体が出現します。邪悪な心に支配されそうになるのをネイソードの光で打ち破り、どうにかダークファルスを撃破しました。マザーブレインがついに姿を現しました。クックック、なんておバカさんなの。私を壊したら世界中がパニックに陥るわ。私がいないとアルゴルの人たちは何もできないのよ。一度贅沢な暮らしを覚えたら二度と元に戻れない。
私を壊したら、人々は惨めさに打ち震え、己の運命を呪いながら死んでいくのよ。それでもいいというのなら壊しなさい。さあ、引き返すなら今のうちよ。もちろん答えはノーだった。そして、リューシスたちは、最後の戦いに勝利したのでした。しばらく呆然として、マザーブレインのいたところに佇んでいたリューシスたちでしたが。リューシス、待ちなさい。呼び止めたのはレツでしたが、その声はいつになくこわばっていました。宇宙船側にようこそ、坊やたち。振り返るとそこには大勢の謎の集団が彼らを出迎えていました。この集団こそがマザーブレインの生みの親でした。しかもアルゴルの人間ではなく、地球という高度な文明を持つ惑星から来たというのです。諸悪の根源が地球人だったというのは、なかなかに衝撃的な内容です。地球という星はすでになく、彼らは最後の子孫でした。ダークファルスに心を支配された彼らは、憎しみあって思い上がり、自然を操ることに喜びを覚えました。滅びゆく地球を脱出しさまよった挙句、ようやくたどり着いたのがアルゴルでした。そこで彼らは、災いを知らずに平和に暮らすこの星の人々を羨ましく思い、そして妬みました。そしてこの星を略奪することを決意したのだと。そして話は壮絶な結末を迎えることとなります。